まではやっぱ行ってないですね。長谷川から吉岡の前ですが、もう一度前に出てきて、最後に島田が決めました。残り時間はわずかですが、この第2戦の勝利に向けて、ここでビファーレン長崎が先制。長谷川からここによく島田が最後は上がってきて詰めていました。ちょっとやっぱ甘くなりましたね、ガンバとしては最後の方に。